ロバート・ネッパーは、アメリカ合衆国オハイオ州出身の俳優である。オハイオ州フリーモントで獣医師の息子として生まれ、同州トレード近郊のマウミーで育てられた。ノースウェスタン大学で演劇を専攻し、ブレイク・エドワーズ制作、ザッツ・ライフで映画デビューをした。テレビシリーズでは、プリズン・ブレイクやヒーローズで活躍している。現在、妻と息子とで、 カリフォルニア州ロサンゼルスに居住している。2008年日本でのプリズンブレイクシーズン3のレンタル開始前に来日。日本の好きなものは寿司と浅草。浅草は神社と現代の建物が共存しているところが好きとのこと。24、24-2主演したキーファーサザーランドと仲が良い。 プリズンブレイクのセオドアティーバックバックウェルで人気者になって嬉しい反面、セレブリティっていう感覚はどうも馴染まなくてねと遠慮がちに語っている。役柄の印象が強すぎるためか、プライベートでホテルのエレベーター内であった女性二人がネッパーの姿を見て、はっと息を呑んで怖がったというエピソードがある。その女性二人は顔を真っ赤にして謝罪してくれたが、 ネッパーはそういったことを多く経験しているため、傷つきはしなかったという。ネッパーが演じる、ティーバックは白人至上主義者であるため、黒人囚人に対して暴動を仕掛けるエピソードの放映直後、黒人男性に話しかけられた時は、痛めつけられる。と怖くなったと語る。その黒人男性はロバートが演じている、ティーバックは嫌いだが、ネッパー自身のことは好きで、 番組の大ファンですと言ってくれたという。ドラマに出演する前は不遇であり、妻に家族と子供を養うために働けと言われていたため、もしこのドラマの役を得ることができなかったら、パークレンジャーの仕事に就く予定であったという。同作品で凶悪犯を演じているが、実際のネッパーは、役とは全く正反対の紳士的な性格である。役柄とは、正反対で、人種差別は大嫌いだが、 あえてこういった役をすることで世間へのメッセージを送っているつもりだと語っている。来日中にもたくさんの取材を受ける中嫌な顔一つしなかったと関係者が語っている。それどころか気さくでユーモラスな性格で撮影の合間にベリック役のウェイド・ウィリアムズと共に場を盛り上げている。AAB2008 年6月17日放送。 プリズンブレイクシーズンに放送終了後、エグザイルの巻き台との対談にて、ハット AB、日経エンタテインメント。2008年8月号、日経 BP 社。AB、日経エンタテインメント。2007年5月号、日経 BP 社。ロバートネッパー。史上最強の悪役、プリズンブレイクティーバックその中身は、優しいダージリン、ロバートネッパーの素顔、インタビュアー。 たじままり。マイナビニュース、マイナビ。https コロンスラッシュスラッシュニュース .mynavi.jp スラッシュアーティクルズスラッシュ2008スラッシュ07スラッシュ02スラッシュ rknepper スラッシュインデックス .html 2019年3月31日閲覧。ありがとうございます。